東北の中華そばを食べて衝撃を受けたんですね。こんな食べ物があるんだみたいな感じで。喧嘩しょっちゅうしますよ。彼女のいいとこは持ち越さないっていうか。夢の普通です。いただきます。はい、いらっしゃいませ。柄です。ここが首で、ここに頭がきます。首で胴体ですね。この中に肺が入ってるんで、この肺を取り除く作業です。肉がないっす。400万くらいじゃない？分からんけど、グレードによるけど。でもラーメンってなったら箱が大きくないといけないし、水もいっぱい、200リットルぐらいは割ってしまいました。ずっと強火でグツグツするタイプのスープではないので、通ったスープですね。チンタン、清らかなお湯と書いてチンタンです。他にもいろんな種類があるんですけど、まあ、10日かかるやつもあるし、いろいろです。美味しければいいんです。塊のまんま1枚でっかいのが来て、それをまあ切って巻いて、大きい鍋でグツグツと弱火で煮てます。これタコひもなんですけど、多分どこでも巻いてると思います。あのお肉の煮崩れをしないように。日本だけじゃないですよ。うん、どこでもやってると思います。普通の紐普通のタコ紐、はい、余裕を持つのが苦手な人で、うちの嫁はいろいろこう詰め込んでしまう。例えばなんか移動時間とかもあんまり考えずにこう入れてしまったりとかする時があるんで、喧嘩しょっちゅうしますよ。本当にするけど、でもなんか、まあ、この彼女のいいとこは持ち越さないっていうか、なんかその喧嘩したからじゃあもうずっと無視みたいなことはないです。あ、いいんじゃない？
ね、いいよね。機械使って塩分濃度とかは分かるんですけど、全部のバランスみたいなのはやっぱ食べてみらないと分からないので、スープが違う時もあるし、全部合わさった時に全然違うよね。今日はバッテリーでした。オープンの時は何も分からなかったけど、自分で作ってるから原因が追求できるようになってきて、だんだん、あ、これあれがこうした点こうなったなみたいになって、修正が少しできるようになりました。そうです、そうです。もう今度紙幣が新しくなるじゃないですか。そうなったらお役ごめんです。いや、今も新500円とかも使えないですよね。僕は2回目、こっちは初めて。すごい美味しかったんですけど、本当メンマとかが他と違って味付けとかが全然違ったりとかして、あとチャーシューとかもポロポロしてて美味しかったです。 あんまない感じで、こう本当平たい縮れみたいな感じで、細麺じゃなくて、でもめちゃめちゃ美味しかった。はい、全然また来たいです。なんなら来週来たいぐらい。麺も豚骨文化なので、なかなか今ここにないので、東北から取り寄せて、まあ本当に向こうで出してるようなラーメンに近づけようっていう努力はしましたね。主人が毎日食べたがっていたんですね。やっぱこっちないので、食べたいって言ってて、じゃあ私作るわってなって、作ったっていう感じです。お出汁とかを使いながら、うどんみたいな感覚かな。説明をするときには、こっちの方にはうどんに近いよっていう感じで、もちもちで、出汁が効いててみたいな。ラーメンの里帰りしたいなとか思ってます。ラーメンを自分のラーメン持って仙台で売るみたいな。ここで構えるんじゃなくて、会いに行く嫁をしたくて。ごゆっくり。
すいません、いただきます。うん、美味しいです。魚介系のいい出汁が取れてると思います。久々のラーメン屋さんだね。うん、はい、ちっちゃいスプーン。あ、スプーンですね、はい。産む前にも食べてて、そう、産後も来たいなと思ってて、やっと来れてよかった。大きくなったんでやっと連れて来れてね。もともと東北に住んでた。でも東北っぽいよね、やっぱ、うん、麺も含めて、うん、まあ、麺が、うん、東北のラーメンに近いな。